神風秀夫は、日本の政治家、民主党所属の元衆議院議員、防衛大臣政務官を務めた、茨城県小賀市生まれ、茨城県立小賀第三高等学校、法政大学法学部法律学科卒業、大学卒業後、松下整形塾に入塾する、アメリカ合衆国法人、イナ・ファーム・コープを経て、帰国後の1994年、 茨城県議会議員選挙に無所属で出馬するが落選した。この時に出馬した岩市選挙区は茨城県政に絶大な影響力を有した自由民主党茨城県連会長の山口武平の選出選挙区であった。1995年、船田元衆議院議員事務所に入所。2001年から竹政孝一衆議院議員の政策担当秘書を務める。 二千三年の第四十三回衆議院議員総選挙では、当初埼玉十5区からの出馬を予定していたが、総選挙直前の民吉合併により、自由党出身の高山聡氏が公認を受けたため、上風は埼玉四区から出馬する。なお、埼玉四区はもともと、法政大学法学部の先輩である、上田政二の選出選挙区であったが、上田の埼玉県知事選挙出馬に伴い、 空白区になっていた。埼玉4区で自民党の早川忠孝を破り、初当選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では早川に、敗れるが、超複立候補していた比例北関東ブロックで、復活し、再選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では再度、早川を下し、参戦。2011年、野田内閣で、 防衛大臣政務官に任命された。2012年10月に退任し、同年11月より衆議院安全保障委員会委員長。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に埼玉4区から出馬するも落選。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に埼玉4区から出馬するも再び落選。2015年、 民主党は、次期衆院選の埼玉4期公認候補に、埼玉県議会議員、吉田薫朝を内定。吉田が支部長となり、上風は政界を引退した。ありがとうございます。